はい、皆様おはようございます。リヒト・ドゥンケルハイトでございます。牧場物語ハーベストムーンフォアガール実況プレイ続きやっていきたいと思います。本日は春の月15日日曜日ですね。日曜日はなんどこが休みやってな。もう店のお休みとかは全然覚えられない。もう天気予報とりあえず今日は晴れてますね。で今日明日も晴れと、はいはい、これ一緒だな。まあもうちょっとでね、18日までもうちょっとなんでね、それまでにできるだけお金を貯めて、でも先にカゴが買えるのであれば買っておきたい。もう将棋とか、私将棋自体全然やらねえから全くわからねえわ。ははは。い、今日は何の話だい。釣り竿のこと。あー釣りな、全然やらないからな。いや、そりゃそうだろ。うん、釣りはな、まあ実際もそうだけど根気が必要なんだよな。それをな、このゲーム、時間が大切なこのゲームでやれっていうのがちょっとね、あれ物持ってないな。なんでだ、物持ってないな。やし、もうその場調達にする方向に変えたのかな。あ、来てますね。ああっとか、あっ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 ちょおまあっちょまちょおまちょおま種。これはもう株はね、全出荷でいいでしょう。冷蔵庫とかあればね、ちょっとあの、あ、1個しかねえわ。1個しかねえわ。とりあえず1個だけやっとこうか。はい、釜を変えたのな。全出荷は、じゃあ全出荷していいんですよ。どうしようかな。あ、そこ水塗られても困るんだけどな。先にやるか。こちら結構行動がランダムだからな。よいしょ、もう誰、あの、女神様のところに与える必要はないので、よいしょ。ちゃっちゃと放り込んでくれ、ちゃっちゃとこれ。OK。冷蔵庫があれば、こう、料理用にね、ちょっと残すなんていうことは、よいしょ。ありなんですけど、まあ、それが、あ、間違えた。あお、すいません。先に馬とか出したからやった方がよかったなと思ったけど、コロボックルの動きの関係があったんで、ちょっと先にやりました。もう一つは、待ってね、今日帰るっけ。日曜日休みやったような気もせんでもないな、雑貨屋。いや、馬どうした、走り回っててどうした。ブラシをずれたずれた。これはここを押して出るか、引っかかるか。あ、引っかからないね。ちょっと戻すときに笛吹こう。そうしよう。これ押していけるか。いけるな。とりあえずまあ戻すときの面倒くささを考えて閉じ込めておきましょうか。そのまま見て。オッケーオッケーオッケー。ほっ、オッケー。で、鶏ですね。鶏。キュウリもな、もっと連作だったらもっとさっさとね、何度も持てるといいんだけど、持てるじゃないんで、生えてくるといいんだけど、ちょ、この判定が、ちょ、取れねえ。この判定に苦しむ。はい、ひよこ。コリナちゃんですね。今はひよこだからひよこって言ってこう、区別つけられるけど、大人になったら、どっちもニワトリって言う、めんどくせえことやるな。名前で呼んであげて。はい、ココちゃん。あー、ずれました。よいしょ。さわせん。一応雑貨屋覗けたら覗いておこうかな。ほいしょ。はい、覗いて買えるんだったらちょっと種を買っておきましょう。やらんちゃん、よいしょ。まあ一応2回話しかけてね、話しかけるのは2回が乗るかという。あ、今日はあれかな、日曜だからポプリちゃんになるのかな。温泉卵、はい、ありがとう。これもう一回投げたらどうなるんだろうな。やらないけど、無駄なことになりそうだからやらないけど、嫌な予感がするからやらないけれども、どうなるんだろう、ちょっと気になる。よいしょ、よっこらしょ。これで鶏小屋の方に突っ込んで、
例えば今ルームファクトリー4やってるって前も話したと思うんですけど、でもやっぱりね全然違うね。まあ発売されたのがルームファクト4はでもそれでも結構年月は経ってるけれども、やっぱりまあ向こうはルームファクトリーだからっていうのもあるけれども、全部入れたから OK。 これ出荷の時間とかも全然違いますから、出荷が朝8時なんですよ。だから基本的に起きる時間も一緒ですね。6時に起きて、だからその2時間の間にプラスで出荷して8時にお金がザッて入ってくるっていう、なんかこう不思議な感覚ですわ。よいしょ。お、あー、やってしまった。とりあえずここは山だからセーフ。村じゃない、町の中じゃないから、ゴミ判定にはならないはず。やってしまった、やってしまった。しょうがないじゃん。じゃあお花を向こう取りに行こうか。もう取れたかどうか、卵みたいな感じでこう全然押しても取れないっつって丸を連打してたら取れてしまってて投げてしまうっていうね。悲しいな。本当にもう事故が多いんだよ、事故が。ちなみに誰かいたりするかな？いないか。たまにここに誰かがいるんですよね。あんま奥の方で人は見ないかなとか言ってたら誰かいたりしてな。よいしょ。ちょっとお花取りに行こうか。あ、せっかくだからこう誰かにプレゼント用にもうちょい持っていきますか。これ取る？あ、ちなみにこれは何の花だ？トイフラワーか。よいしょ。とりあえず出荷用にこれを持ち上げといて。まあ、これをうっかり投げてしまったらちょっと金がもったいないっていうことになるけど。よいしょ。はい。でね、ルームファクトリーは今私株一つ一区画植えたままにしてるじゃないですか。なんか植えたままというか収穫できる状態で放置してから、こう、釜で刈ると種ができるんですよ。ルームファク4は。それでの作物のレベルがね、上がることがあるみたいな。作物の種のレベルが上がるのかな？なんかそんな話があって、そんな話っていうかシステムがあって、すげえなーってなるんですけど。もう一匹どこにいる？もう一匹とか言ってた。いたわ。近くにいてくれて助かった。あ、間違えた。そういうフラワー喜ぶ？あ、普通に喜んだ。間違えた。入れて、ほい。じゃあ、これは、よいしょ。じゃあ、ちょっと、グレイ君、もう昼だから、あれかな？そこにはいないかな？一応覗くだけ、グレイ君と、オッケー。ちょっと、今日は、特に、物は持ってないけれども、ごめんね。話しかけたかっただけだ。入った。すまんな。呼び止めてしまってすまんな。よいしょ。生活の知恵ならぬ僕物の知恵だな、これはな。今日は特に何もございません。あと400。あと400でカゴが買える。400でカゴが買えるけど、いや、その後にあれすること、ごめん、引っかかった。その後にたくさんカゴのあれで出荷することを考えたら、そうだ、本読みに行こうか。今日やってるかな？やってるわ。あ、ゆうくん。よいしょ。今日は上の段を読んでみようかな。上の段の本を読んでみようかな。まあ、すぐに読み尽くしてしまうとは思うけれども、奥から行こうか。へい。あれ？これあっちで繋がってんのか？もっとマザーズヒルガイル洞窟。洞窟で取れる鉱石は？町の外に持ち出すことはできません。なんと。何？密輸とかの関係か？あ、そんな値段書いてある。銅鉱石10、銀鉱石20、金鉱石25、ミスリル40、オルハルコン50、アダマンタイト50。あ、アダマンタイトの存在忘れてた、ごめん。あまり高くすると町の人が仕事をしないで鉱石掘りばかりしてしまうということで。そうっすか、いいじゃないですか。まあ鉱石掘り尽くしたらなあ終わるけど、まあ現実はそうだけれども、ゲームなんだからね、掘り尽くすっていうことはないだろうし、いいじゃないか、鉱石掘りばかりしていたって。確かに牧場物語シリーズによってはね、あ、そうだ、エレンさんに渡してみよう。シリーズによってはね、牧場とはっていう感じで鉱石掘りばかりとか釣りばかりとか虫を捕まえてばっかりとかで十分稼げるから。お、
名前覚えてくれた、ありがとう。あ、話しかけに忘れたわ。よいしょ。お、なんか話しかけのあれが変わってるの。今ので、今なんか変わったのかな、わかんねえけど、今ので何か変わったんだろうか。よいしょ。あと牧場物語って言っておきながら、うん、あ、やっぱ今日は休みですね。すまんな、タイミング合わねえな。まあとりあえず1個だけ買ってたから、よしよしよ。あ、そっか。っていうことは種を買う金も考えなきゃいけないのかな。いや、先に今日全部出荷して、あれ、リリアさんここにいるんだ。いや別にお金はいつでもいいよって、自分も金払うときにつけといて、こっちもそうなんだね。じゃあリリアさんにプレゼントしよう、せっかくだからね。はい、2回話しかけると、あ、一緒か。一応ドクターにも恋愛度上がっちゃうけどしょうがない。あ、ごめん、こっちからじゃなくてダメなんだね君。特に何もないです。はい、株出荷しちゃおうか。あの、置いといてもね、特にそう、ルンファクみたいにね、何かがあるわけでもないので、出荷のね、あの日が遅れるってだけなんで、別に土とか放置しておいても大丈夫だから。雨降っても多分工作じゃない耕した土はそのままなんで、台風とか来るとちょっともしかしたらただの土っていうか地面に戻っちゃう可能性はあるけれども、基本的にはこの一回耕したところは、あのハンマーでぶん殴ると元に戻るんですけど、それをしない限りは基本的には戻らないんじゃないかな、耕したところは。これでどれだけ稼ぎになるかな。よいしょ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 。よし。さて、馬戻そうかな。もしかしたら若干早いかもしれないけど、時間が。はい。馬。イエーイ。こっち来い、こっち来い。へい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 、いいね、いいけどずれたー、ずれた。いいよ、いいよ、そこ止まった、おーえー、いい。勝手に戻った。利口か。お利口さんか、お前。最高じゃねえか。最高じゃねえか、お前。いつもこうだったらいいのにな。いつもこうだったらいいのにな。って思う。よいしょ。あんなうまいこといくのほんと珍しいっすよ。びっくりした。そんなうまいこといくって思ったもん、今。そんなミラクルあるって思いましたもん。よいしょ。じゃあ、よいしょ。誰かにね、プレゼントしていくっていうのは、あれ、いいかもしれないな。いや、あの、やっぱりこう、同じことをね、永遠と繰り返すようなことになってしまうので、何か変化を持たせるには誰かにプレゼントしてどういう反応をするかっていうのをね、見るっていうのが、まあ実況のね、実況する上でね、もう自分が黙々とやるときもそんなことね、プレゼントなんかもうほんと最低限っていう感じでやることだけをやってっていう感じで、そのプレゼントなんて攻略対象相手にしかしないんですけれども、よいしょ。なんか出てくんのかな。よいしょ。進まんのか。83ね。83はまあちょっと先が長いかな。お花をここで植えないと、ここっていうか牧場で育てないと83って確か来なかったと思うんだよな。めんどくせえからいつもやってねえんだよな。あ、お金入ったかな。入ってないか。これはあれか。いや、明日にならないと反映しない感じかな。じゃあいつも通り鉱石掘りしましょう。はい、今日の鉱石掘り2往復と、あと斧のやつが終わりました。141、まだまだですね。あ、クワがジャスト400%になっている。ジャスト400%になっている。さて、今回は、最初が銀3つ、金1つ、ミスリル1つで、2回目が、銀2つ、金1つ、ミスリル2つかな。そんな感じでなりました。あのね、今日本読んでね、
やっぱりミスリルとか、ミスリルからがようやくなんかこうポッとお金もらえるなっていう感じで、やっぱ銅をね、カゴをゲットしたら銅もバコバコ入れていきたいけれども、やっぱり今5個ずつしか持てない以上、銅はねちょっとあまり稼ぎがよろしくないのでポイってしてしまうんですけど、やっぱ20個ぐらい掘れるんでね、この間に若干もったいないとは感じつつも、やっぱ往復のねめんどくささもあるんで捨ててしまいますね。カゴがゲットできたら、カゴがゲットできたらそこはちょっと考えます。さて、あのコロボックル用にやっぱここ取りに行ってね、残り2つは町の人にあげてちょっと反応を見て、まあ、同じものをあげる、花以外、花くらいしかあげるものが今んとこないのでね、さすがに雑草とかあげると皆さん怒りますんで、鉱石もね、喜んでくれる人って結構、稀、鉱石もね、稀だったりするので、ランちゃんとか鉱石あげるとね、怒られます。ので、まあ、花もらって喜ばない人はほとんどいないと信じて、まあ男の子にあげるのはちょっとね、あれなんですけれども、女の人の喜びそうな人にお花をあげて、ちょっと有効度をね、あげてみようかななんて思いますけれど、引っかかった。さて、ちょっとだけ資材ぶん殴ってから寝ますか。資材ぶん殴るって言い方よ。これですね。よいしょ。あ、でもルーンファクを、これあれ、ハーベストムーンはこうやって叩いたら自動で資材取れますけど、ルーンファク4は、この場にね、資材ができるんで、まあそれが普通なんですけども、その方が正しいんですけども、資材置き場にね、入れに行かなきゃいけないっていう手間があるというのは、ちょっとね、ハーベストムーンの方が楽じゃねえかという感じになってしまうんですけれども、まあそこぐらいやれよっていう話ですよね。ちなみに、増えていない、よいしょ。はい、11時、健全な時間に寝ます。ほな、日記をつけておやすみなさいませ。はい、1年目春の月15日でございました。ご視聴ありがとうございました。